皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、これからの新時代の自宅教室業の運営は業界肩書きを超えるアイデアをもとということについてお話をしてみたいと思います。業界肩書きを超える、どんなことって思った方は、結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、今日のお話は短期的なお話じゃなくて、長期的な視点から見る考え方、マクロ、小さいところで見るんじゃなくて、もうちょっと俯瞰で広い範囲の目で見るっていうことがテーマになっているお話なので、少し先の未来を見てみましょうという内容から、教室業をお伝えしていきたいというふうに思っていますので、そんな観点から聞いてみてください。まずこれからの新時代っていうところがですね、コロナ禍があったからとかそういうことではなく、そうですね、何年前からかな、多分 3,4 年前から特にそれを私が感じていることで、でかつ私自身の教室運営と、あとコンサルティングの運営方針も、実はもう最初から業界肩書きを超えるっていう状態でもともとやってるんですよね、私の場合は。なので、その実例をお話ししながら、皆さんの場合どういうふうに置き換えができるかっていうことが、今後ビジネスの、範疇を広げていくことができるヒントになるので、要は肩書きと業界絞っちゃうとビジネス広げていけないので、それをちょっとね、今日はテーマにお伝えしていきたいかなというふうに思います。まずこのテーマを持とうと思ったきっかけっていうか、お話がですね、教室業の教室数がですね、増えているということがまず第一にあります。増えているということは、どういうことになるかっていう と、まずですね、人口は減ってるんですよ。基本的に人口グラフとか見てもね、団塊の世代とかこう多くなっていて、なのでシルバー層をもともと狙うようなビジネス、教室業ビジネスであれば、ちょっと数年の間持つかもしれないですけど、その方たちがまた亡くなったりしたりとかした後とかは、そこで消費するような商品だけを作ってた人は、結局買ってくれる人の人口は減ってしまうわけですよね。こういう図になってるから、日本って割とこういう逆三角形みたいな図になってるじゃないですか。少子化って言われてるわけですから。今消費能力があるのは豊かなシルバー層、60歳以上豊かなです豊かなシルバー層じゃないとお金は好きなように扱えてないと思います。貧困と富裕層の格差がすごく大きくなってくるのが今後の世の中です。ですので、まず消費してくれる人口が少なくなっているっていうのがまず1点ですね。で、2点目は教室が増えているということです。ということはどういうことかっていうと、相対的に今まで来ていた生徒さんが来なくなるっていうことになるわけですよね。そうすると売上を上げ続ける、ないしは拡大をしたいと思ったら、やらなくちゃいけないことって2つ、まず大きな2つがあります。まず1つ目は、リピートしていただくことが必要になります。リピートしていただくっていうのは、その一人のね、生徒さんとかが1回だけしか来ないということじゃなくて、例えば年に1回だった人が3回来ないかとか、5回来ないかとか、10回来ないかとか、要は連続して通ってもらえるような仕組みを作れないかっていうのを、一人の人からのリピートで考えていくっていうことがまず1点です。でもう1点は、その業界、例えば私の場合ではパン教室だったんで、パン教室の先生としてパンを教える人だけを対象にしていると、当然その人口は減っているわけですから、リピートを増やすって言ってもそれ以上にならないということになったら、業界を超えた状態で習ってもらえるような人っていうのを当然探していかないといけないんですよね。でその業界を超えるっていうのが、全く私の場合には違う業種業態とかをやってました。例えば、電子書籍の
今でもやってます。電子書籍の方の講座であったりとか、あとはルノルマンカードリーディングって言って、心理面の方からですね、その人の人生を、いいように導くための、コンサルティングのためにカードリーディング使ってるんですけれども、そういった講座も持っているんですよね。で、業種業態が全く違う状態で私のようにやるっていうのは、集客実はとても大変で、重なってる方が楽なんですよ。パンの時の方がだからどっちかというと大変でした。今のコンサルタントとしての私の方が、その2つの 業態を持つのは非常に有利だし、親和性がいいんですよ。なぜならば私 のミッション、事業のテーマが、40歳以上の女性が経済的な自由と精神的な自由を手に入れて輝く人生を送るお手伝いをする人、業態というか会社っていうのが、私のミッションになっているので、その一つが普通に本当にダイレクトに教室業の方のコンサルティングをすること、経営コンサルティングをすることによって稼がせるっていう力を身につける。これは一番分かりやすいですよね。で、電子書籍はどうなのっていうと、稼がせることももちろんできるんですけれども、電子書籍はどちらかっていうと内面の棚卸しをしたい人向けの、もうちょっとクリエイティブな、想像力を発揮できる、あと権威性もあったり、その人の夢を叶える一つのアイテムであったり、グッズですよね。本の出版っていうのは、レシピ本出したいっていう先生とか非常に多いですし、自分が経験してきたことを文章化にして、その形あるものに残したいっていう欲求は基本的にそれぐらいの年齢の人になってくるとだんだん出てきたりとかしますよね。私自身も本は2冊出版してますし、電子書籍は18冊出版してますので、そういったこう人に役立つ情報を形として残しておきたいっていうニーズは当然あるわけですよね。で、それっていうのは集客にも使えるし、ブランディングにも使えますよねっていうことであると、今のコンサル業をしている私にとっては、親和性が高い、輝く人生を作るお手伝いができるっていう業種業態になっているので、これも組み合わせたりとかしていきます。で、さっき言ったメンタルの面から支えるっていうルノーマンカードリーディングは、結局事業を進めていく上でですね、マインドが9割って言ってもいいかもしれないぐらいマインドを整えることっていうのはすごく大事で、ここが弱いと結局前に進めないし、同じ考えでぐるぐるそこに留まってしまったり停滞する原因にもなるので、マインドを強くするっていうのはとても必要なことなんですね。で、それは別に口頭で普通にお話をセッションで聞いてあげて治っちゃう方はそれで構わないんですけど、本心の本音を引き出したりとか、その人自身は、私自身ももちろんそうなんですけど、言葉で表現できない潜在的な内面的な部分を引きずり出す、表に出すのにはカードリーディングが便利なんですよね。本心で心から思っていることが展開で出てくるので、それを読み解いてやってあげると解決策が身につくっていう、ツールの一個になってるんですけど、それを使うことによってその方のマインドを整えてビジネスがうまくいくように進んでいくことができる、アドバイスができる、結局は輝く人生を送るための、指南として、アドバイスとしてそのツールも使っているっていう感じなんですね。ですから、それをね、やってる時にはルノルマンカードリーダーっていう名前になってるし、電子書籍をやってる時には電子書籍、クリエイティブディレクターっていう名前になってますし、コンサルタントっていうこともねやってますけれども、メインはもちろん一番自宅教室経営コンサルタントっていうのが一番メインの肩書きにはなるんですけどね。でも一言で言うと、そういう肩書きも一応その業種業態上ではつけてはいますけど、もっと広い括りで考えると、結局のところ、女の人が、女性がですね、子育てが大体終わったぐらいの感じのところで、自分の人生を本当に歩みたいと思った時に経済的な自立がないと歩めないんですよ。自分で使えるお金を自分で持ってないと。だからまずはそこを整えてあげる。で、それによって、好きな人生を手に入れる、そのお手伝いができることが私が作った会社の、
ミッションになりますから、今はその3業態やってます。だけれども、まあ、私定款って言って会社を設立した時の約款みたいな定款ってあるんですけど、そちらの方にもいろいろと書いてます。要は私がプロデュースをする企画商品ものとか、まあ、セミナーもそうなんですけど、なので、事業展開としてはコンサルティング業がメインです。だけれども、要は目的がそういった女性を輝かせることが私の目的になるので、そこにかなっている事業ならやってもいいことになっています。自分の中ででもですよ。実際定款、約款上でもです。じゃあどういうことができますかって言ったら、例えばそのキラキラした人生、素敵な人生を送るためにということから言ったらですね、もしかしたら化粧品とかそういったビューティー、コスメビューティーの方とか手掛けてもおかしくないですよ。タカコブランドっていう名前で、わかんないですけどね。一応そういうことだってできるんですよ。大きな括りで自由な人生をっていうことを考えたら、もしかしたらファッションブランドだってあり得るかもしれないですね。そういう方たちの、服ブランドのイメージが、それで、いや本当にやるやらないは別としてですよ。可能性の話です。可能性ね。で、そういった、じゃあ食の方が特に私は強いので、食文化っていうところから言うと、食にまつわる、レストランとか飲食店の経営はやらないですけれども、そういったところへの何かご提案とかね、お手伝いとか商品企画とかやっていくかもしれませんし、あとは何だろうな、まあ、何でもできます。ね、ホテル業界とかそういうようなところと組んで、あと住宅ですね。これは割と現実味高いですね。建築業私やってましたから、住宅の方の、自宅をね、改築改装してより豊かに残りの人生を過ごしていけるようなライフスタイルの提案とか、私だから何でも仕事できるんです。何でもっていうか、その私のミッションがそういったミッションの中の事業体で何個展開していけるかっていうことで、だから仕事はね、全然尽きることはないし、いくらでもアイディアで仕事を作っていくことができます。ここポイントが、仕事を作っていくことができるっていうことなんですよ。自分のやりたいこと、救ってあげたい誰かっていうことで、まあ、あまり手広くね、やりすぎるとちょっと破綻しちゃうんですけれども、事業展開の中で、納得いくような事業展開で、外から見ても破綻していない内容であれば、問題なくそれをやっていっていいっていうことになります。これは私はパンの時からそういう考え方でした。だからパン教室をやってても、電子書籍のクリエイターをやったのは、パン教室であってパン教室ではないっていうのを、パン教室のホームページに書いてたんですよ。実は私が提供しているのはパンの知識だけではないっていうことで、要は私の教室に来ることによって、人生の生きがいを見出したりとか、元気になってエネルギーチャージして明日からまた頑張るっていう、そういったエネルギーチャージの場であり、かつそこに集う人たちはクリエイティブな思いを持って、パン以外のことでも活動していけるような人たちを育てたいみたいなことを書いてありました。だからアトリエリブラっていう名前にしたんですけど、アトリエっていう言葉は工房っていう意味があります。工芸の工に房っていう意味のね、工房っていう意味があるんですけれども、だからそこでクリエイティブなことをやっていく人たちが集まる集いの場にしたいっていうふうに思ったので、アトリエリブラっていう名前を作っていました。なので、当時から私はパン教室っていう業界と領域を超えた状態で活動するっていうのがスタンダードだったんですよ。で、それはもちろんコンサルタントをやっても同じような考え方でやってます。ですので、業界とか肩書きを超えるっていうのは、これから普通にスタンダードになっていくので、お菓子の先生だからお菓子だけなのかっていうと、もっとその広げていくことができると思うんですよ。例えばそれが今うまくいってれば問題ないです。ただ今後のことを言うと、予測的には習う人は減っていくし、教室は増えます。だからその同じ切り口では減る場合が増えてきます。皆さんの売り上げと集客がね。そう考えた時には、違う業態でもそのお菓子を広げていけるっていうことも全然ありだし、お菓子じゃないことを一つ上の
ミッションを作ったとしたら、例えばお菓子っていうことを教えていたとしても、じゃあ何のためにね、お菓子をやっているのかっていう、そのお菓子を通じて、例えば社会にね、貢献するっていうことで考えた時に、もう少し幅広く考えると、ちょっと極端な例を言いますよ。お菓子でね、例えば笑顔ね、を作りたいとかっていうふうに言ったとするじゃないですか。笑顔を作りたい、笑顔を絶やさないね。じゃあその例えば家族の笑顔とかっていうのをね、テーマにした時、家族の笑顔っていうのはどういうシーンで笑顔になるのかっていうことですよね。で、そしたらそれが例えばみんなでどこかに行く、例えばキャンプ、アウトドアとかでね、行くことが笑顔になるっていうことになると、キャンプ、アウトドアとかで笑顔も作る、それが社会貢献になるっていうんであれば、そういった野外での料理とかっていうのも合わせて地域ビジネスとして教えていきますとかいうのも、ダメになってきた時の展開とかですよ。で、本当はつながる方がいいです。まあ、だから、お菓子そのものじゃなくても、その自分がやっていくミッションの中にうまく話がつながっていくようなものを作ることができれば OK っていう感じです。だからこれから業種業態の垣根はね、本当になくなっていくと思います。例えば私さっき、ね、自分の話にもう一回戻りますけど、ビューティーっていう切り口にした時にはヨガとかそういう健康とかヘルスの方をやってもいいわけですよね。多分やらないんですけれども。 はい、だからその切り口は無限にあるっていうことになります。何屋さんだからこれをやったらいい、何屋さんだからこれをやらないとかっていうのは、多分ね、これからはね、なくなっていきます、おそらく。で、例えば、この本とかにもね、そういうことが、まあ、書いてあったりとかするんで面白いんですよ。2025年を制覇する破壊的企業とかって、この本の中にもなんかアマゾンとかが今いろいろなところに手を入れてるじゃないですか。で、アマゾンマンションとかいう話とかも載ってましたよ、確か。ありえるなとか思って、仕組みがすごいなっていうふうにね、思いながら見てたんで、アマゾンスマートフォンも狙うとかね、ヘルスケア、アップルウェルネスセンター誕生とかっていう書いてありますよ。本当にいろいろと、農業とかもね、東京の20階建てビルで高級野菜が育つとか、なんかそういうようなこととかね、書いてあるから、もうあらゆる業種業態が生き残りをかけて、普段自分がやってた本業と言われるものじゃない業界にどんどん大手企業を乗り込んでってるんですよ。ということは、それは中小企業と、まあ、もっと言えば自宅教室業にもその波は来るので、私の予測値としては、まあ、3年先5年先を見て仕事をするのであれば、一つの業界、一つの肩書きだけではない動き方っていうのも視野に入れてやられる方がいいんじゃないかなと思っています。私のクライアントさんにはもうそれはね、やってもらい始めています。例えば過去に持ってた経歴がね、やっぱインターネットとかパソコンに強いっていうんだったら、その自分がお菓子教室、パン教室だったとしても、それも教える人になるっていうのでも全然よくって、分かりやすいのは先生に教えるのはもちろん分かりやすいんですけど、別にそのスキルは他の人に教えてもいいわけですよね。ちなみに私は電子書籍のディレクターだった時には、もちろん教室の人にも教えてましたよ。教えてたけど、全然普通にビジネスの人に、ビジネスに活かせる電子書籍っていうのを教えてた時期もありましたから。はい、そうするとやっぱ顧客層が変わったりとかするので、全然違う層の方とね、お話をしていくことができたりとかします。で、余談なんですけど、その自分の信念とか生き方とかがブランド化してくると、名前の方が動いていくようになります。これは私のコンサルタントの先生から、もうかなり前ですね、10年だから7年前、3年ぐらいになった時に、高橋さんがこれから目指すべき方向は、例えばね、いろんなビジネス、どんなビジネスをやったとしても、高橋貴子という人が提供するサービスはこういうクオリティでこういう内容であるっていうサービスブランドをしっかり立ててしまえば、高橋さんが提供するサービスなら買いたいっていう人が出てくるようにすると、何でも売っても何でも売れますって言われたんですよ。だから私それを目指してやってるんです。
実際に私のメインサイトへの検索キーワードは高橋貴子が一番です。はい、なので高橋貴子のサービスポリシーっていうのはどういうものなのかっていうのが私が常に考えながら、そのポリシーに沿ったサービス展開だけをしているので、まあ、結果として違う業種業態やったとしても売れていくっていうのは、そのクオリティでやるっていうことを決めているからだと思います。はい、ということで、じゃあ本日のまとめになります。これからの新時代の自宅教室業の運営は、業界肩書きを超えるアイデアをもとということの答えが、今自分がやっている教室、あと自分が名乗っている肩書き、それを超えた昔の自分の過去の経歴から新しいものを生み出すっていうのも一つですし、あとはもうちょっと広い社会的に自分はどんなことに貢献したいのかっていう切り口から、その業種業態の内容を自分の現在の中に取り込んでいくっていうこともできる。まあちょっと先の話ですけどね。はい、っていうものも少し視野に入れながら動いていくと、今後のその世界の方は人口減ります、教室業増えますっていう状態は見えているので、そこで生き残りをかけた形ではそういった視点も今から持つといいかなっていうふうに思いますので、そちらをご案内させていただきました。それでは。